俺の名前は結城仁志。現在の俺は一般企業に勤める会社員だ。妻との間には双子の男の子がいるが、その妻とは3年前に離婚した。結婚していた頃はそれなりにうまくいっていると思ったのだが、どうやら妻の方はそうは思っていなかったらしい。その妻から結婚式の招待状が届いたのだ。別れた亭主と息子に向けてどんなつもりで招待状を送ったのか、さすがに理解に苦しんだ。だが息子たちからしたら母親だ。俺は息子たちに招待状を見せることにした。なんだよこれ。母さんが結婚するそうだよ。え、それで招待状かよ。何考えてるんだよあの人。そう思うのも無理もない。俺だって信じられないのだから。妻と知り合ったのは俺が二十歳の頃だった。その頃妻は不良少女で家出を繰り返していた。高校2年だというのにバッチリ化粧した顔にいくつもピアスを開けた耳、真っ赤な唇にタバコをくわえていた。当時俺は柏崎組のヤクザだったが、妻のユキコに一目惚れしたのだった。周りからはやれる女と映り遊ぶのにちょうどいいと男たちはユキコに声をかけていた。だが俺はそんな風にユキコを見ることはできなかった。このままでは男たちのおもちゃになり、末はシャブ漬けになるのがオチだ。そう思った俺はユキコを俺のアパートに連れ込んだ。そこで一緒に暮らすことにしたのだ。だが俺はユキコに指一本触れることはなかった。それだけ大事な女だったのだ。ところがユキコからしたらバカにされていると思ったらしい。ねえあんたさ、私といるのに全く抱こうとしないじゃん。それでも男なわけ？もしかしてあんたって本当は不能なんじゃないの？そうか。だったら結婚するか。え？まさかの展開にユキコは驚いていたが、そこまで俺が真剣に考えていたことに感動の涙を流していた。こうして結婚した俺たちに子供ができるのは本当に早かった。生まれた双子にトシキとカズキ、そう名付けた。子供が生まれたことでユキコは母親らしくなり幸せそうだった。ところが3年前のことだ。子供たちは中学3年で、毎日受験勉強のために図書館に通っていた。妻は家の中に一人取り残され寂しい思いをしていたらしい。そんな彼女は毎日のようにパチンコに通っていた。まさかそんなことになっているとは思ってもいなかった俺は、子供たちのため妻のために必死にしのぎに精を出していたのだ。ところが久しぶりに早くに帰宅した俺の目に飛び込んできたのは、男とベッドの中で余韻を楽しんでいる妻と柏崎組若頭生田の姿だった。ただいま。ユキコ、これは。あら、お帰りなさい。お帰りなさいじゃないだろ。お前生田と何してやがるんだ。見ればわかるじゃないの。この人と楽しいことしてたんだよ。どういうつもりだよ。おいおいユキ、そんなに驚くことはねえだろ。てめえの女房は俺の方がいいんだってよ。どういうことですか。どういうってよ、てめえの女房と深い仲ってことだろうよ。この女の具合は最高じゃねえか。てめえみたいな下っ端にはもったいねえや。生田さん、あんた。なんだよ、俺に取られて悔しいかよ。だがな、この女が嫌がれば俺だってやりゃしねえさ。ところがどうだよ、家の中に一人ポツンと置いていかれて、毎日パチンコで遊んでても誰もこいつの寂しさに気がつかねえんだ。それじゃあかわいそうじゃねえか。そう、私はさ、誰もいないこんな家の中で一人であんたらが帰ってくるのを待ってるんだよ。こんなつまらないことないじゃないか。そんな時にこの人が声をかけてきたのさ。だからちょっと遊んでみたんだ。ちょっと遊んだだと。そうだよ、まさかバレるとは思わなかったけどね。お前
この人が柏崎組の若頭だって知ってるのか？知ってるわよ。うちの旦那も柏崎組だよって言ったら誰だって言うから教えたのさ。そうしたら逆に盛り上がっちゃって。そりゃそうだよね。こっちは若頭、あんたは単なる一階の組員だもん。そりゃどっちに分があるかは考えなくてもわかるってもんだよ。まあそういうことだからよ、悪く思うなよ。悪く思うなって生田さん、俺の女房ですよ。おお、わかってるさ。でもしょうがねえだろ、本人が俺の方がいいって言うんだからよ。嫌だって言うなら俺も諦めたがな、俺の方がいいってんだ。だったら男としちゃ抱いて寄らねえわけにはいかねえだろうがよ。なんてことだよ。私はこれから先もこの人と楽しむつもりだけど、あんたはどうしてほしいの？こんな姿を見ちゃって、それでも私と夫婦でいたいわけ？ユキコ、てめえは別れることを何とも思ってねえってのか？あんたみたいな万年開く民じゃねえ。それよりこっちみたいに若頭とかの方がずっといいもの。そうなんだってよ。やっぱりよ、女ってのは強い男がいいのさ。ってことだから、てめえの女房は俺がいただくってことだな。こんなにいい体してる女なんてのはそうそういねえからな。俺にちょうどいいんだ。ということは、てめえが諦めるか、さもなければてめえを叩き潰してでも手に入れるかだな。わかった。別れる。話が早いじゃねえか。物分かりが良くて助かるぜ。じゃあ、今からもう一戦楽しむんだ。てめえはそこで指くわえて見てるか、出ていくか決めろよ。俺は二人の笑い声を聞きながら家を出て行った。その後もしばらく柏崎組にいたものの、毎日顔を合わせる若頭は俺にユキコの情事を聞かせてきた。おかげで俺は我慢がならなくなり、とうとう自ら組を抜けたのだった。その後他の組織に入ろうとしたものの、もうヤクザ家業を続ける気にもならず、俺は一般企業に入ることにした。ヤクザが一般企業に入ったところで、それはそれで難しいものがあったが、それでも俺はなんとか仇の世界でやっていくことができた。それもこれも息子たちを思えばこそだった。それなのに今この後に及んで結婚式の招待状が届くなど、どう考えればいいのか。惚れた女が別の男の嫁になる、その姿を見に行くべきなのか。だが息子たちはどう思うだろうか。自分の母親が他の男の嫁になることをどう思うだろうか。俺は招待状を目の前にした息子たちの顔を見た。どうする？どうするって、無理していく必要はないだろう。行きたくないなら行かなくても構わないと俺は思う。まあ面白くはないよな。あんなことがあってどういうつもりなのか知らないけど、結婚式に招待するなんてのはさ。うん、何を考えているんだろうとは思うね。その通りだ。一体何を考えているのか。考えが及ぶとしたら、俺が悔しがる姿を見ようという幾多の魂胆だけだ。ではユキコはそれについて理解しているのか。父さんはどうするの？俺はお前たちが行くなら保護者として出席するつもりだ。大丈夫なの？母さんのそんな姿を見て。まあ3年も前のことだ。それに母さんと結婚するとき俺は貧しかった。結婚式を挙げてやることもできなかったんだ。だからなんだというのだろう。そうか、だったら俺たちは行くよ。お前ら行くのか？息子たちは俺をまっすぐ見ると、子供同士顔を見合わせた。何も語らない二人だが、そこは双子だ。何も言わなくても以心伝心というやつなんだろう。二人はにっこりと笑顔を浮かべると俺に言った。地獄に送ってやるよ。いつもは温厚な息子たちだけに、底知れない怖さを感じたものだ。それから式までの数ヶ月、二人は何をしているのか、家にいないことが多かったように思う。俺が仕事から帰っても、なかなか戻らない二人にやきもきしたものだが、18歳の息子たちだ。きっと何かあるのだろうと、俺は何も言わずに二人の動向を見守ることにした。そうしてやってきた結婚式当日、
俺は息子たちと共に式場へと赴いた。息子たちは高校の制服をきっちりと着こなし、俺は多少よれついたスーツを着ていた。結婚式なのだからスーツを新調してもよかったのかもしれないが、息子たちが来なければ今頃はいつも同様に出勤していたわけだ。そのため新調する気にもならなかった。式場にはどう見てもヤクザとおぼしき姿が多数あった。その中にユキコの両親や親戚、幾多の親族だけが仇という感じだった。俺は浮いているような自分にどこか恥ずかしさを感じていた。すると幾多が俺を見つけ近寄ってきた。その姿は真っ白なスーツで、胸には赤い花をつけていた。相変わらず気取ってやがる。俺は幾多を見てそう思っていた。よう、勇気じゃねえか。自分の嫁の結婚式に参加するってのはどんな気分だ。面白いはずはない。幾多さん、おめでとうございます。まさか本当に結婚するとは思いませんでしたよ。これは本当のことだ。何せ幾多のやつは女と見ればおもちゃにして気が済めば捨てるやつなのだから。それゆえユキコもいずれは捨てられると思っていた。俺は根が真面目だからな。一度俺の女にしたら最後あの世に行くまで俺の女なんだよ。お前のように誰かにかっさわれるなんてみっともねえことは絶対にねえのさ。かっさらった本人がよく言うぜ。そうですか、お幸せに。俺はそう言うと幾多の元を離れようとした。だが幾多は許さなかった。おいおい、せっかくの日なんだぜ。その程度の挨拶で終わりっていうのは寂しいだろうがよ。俺はあれからてめえと話したかったんだ。それなのに全く会う機会がなくてな。そうですか。それで今はどうして上がるんだ。あの時てめえが組を抜けちまったから心配してたんだぜ。心配していたという割にはニヤニヤと楽しそうだ。組を抜けてからは一般企業で働いてますよ。嘘だろ。てめえみてえな根っからのヤクザが一般企業かよ。そんなところで一体何の仕事をしてやがるんだ。何のって、普通に営業マンですよ。ええ、何を売ってるんだよ。なんなら買ってやってもいいぜ。一般家庭には関係ないものですよ。企業相手の代物なんでね。なんだよ、つまらねえな。そんなものを売ってるよりもシャブでも売りゃ大きな稼ぎになるだろうによ。俺はもう仇ですからシャブはさすがに。なんだよ、コンジョンがなくなったんじゃねえのか。殺に捕まるのが怖くて手が出ねえか。そうですね、捕まっちまったら息子たちがかわいそうですからね。俺は下手な商売はしないと決めたんですよ。そんなことを言ってるからそんなしみったれた安物のスーツしか着ることができねえんじゃねえのか。俺なんぞ若頭だからよ、スーツ一着取っても高級品よ。男は安物を身につけたら落ちるとこまで落ちるもんだぜ。どうせ着るなら高級品だろうがよ。すごいですね。そうだよ、俺はすごいのさ。だから嫁も高級品だよ。人のものを奪ってもいい女じゃなけりゃ価値がねえのさ。そうですか。まあてめえには無縁な世界だろうな。俺のように日本一のヤクザになろうとかって目標があれば別ながな。きっと奥さんも幸せになることでしょうね。ああ、安心しろよ。あれは俺と結婚して若頭の女房になるわけだ。しかもこの先俺が組長になればあれは組長の妻だ。あいつなら立派な姉子になるだろうよ。確かにユキコなら組を率いる男の妻にふさわしいだろう。だがだからといって幾多が組長になることはない。何せ現在の組長は幾多と大差ない年齢なのだから。組長ですか。現組長は幾多さんと似たような年齢のはずですよね。ああ、その通りだよ。それだと幾多さんが組長に就任するのは難しくないですか。そうな、そんなことはねえだろうよ。それこそいつどうなるのかわからねえのがこの世界だ。今は若頭でも明日には違ってるかもしれねえだろう。そんなもんですかね。そんなもんなのさ。俺にはちゃんと考えがあるんだからな。そうなるといいですね。
俺には関係ねえことですが。関係ねえことはねえだろうよ。お前だって以前は柏崎組の組員だったんだ。確かに昔はそうでしたが、今はごく普通に生きてますから。全くつまらなくなっちまいやがって。ユキコの奴がてめえを捨てたのも理解できるぜ。こんなヘタレじゃ捨てたくもなるってもんだ。そうですかね。まあいいや。てめえみてえなつまらねえ奴と話しててもしょうがねえや。まあ今日のところはユキコの晴れ姿を拝んで帰るんだな。俺に取られた昔の女がどんなに色っぽくなってるかってよ。そう言って笑うと、生田は俺のそばから離れていった。すると息子たちが俺の元へとやってきた。父さん大丈夫？今のが新郎の生田でしょ。ああそうだ、奴が生田だ。いけすかない奴だな。母さんもなんであんな奴を選んだのか全く理解できないや。確かにその通りだ。どうしてユキコがあの生田を選んだのか、いくら考えてもわからず、一時は随分と悩んだもんだ。だがどんなに考えてもわからないのに、悩んでもしょうがないと、ある時吹っ切れたのだから、男と女の関係というのはおかしなものだ。父さん、会場が開いたよ。中に入ろう。ああ、そうだな。俺は息子たちに引っ張られるようにして、気の進まないまま会場へと入っていった。テーブルにつき、しばらくすると会場内が暗くなった。いかにもヤクザが好みそうな音楽がかかると、ウェディングドレス姿のユキコと白いスーツの生田が入り口に立った。ユキコは嬉しそうに笑みを浮かべ、生田の横に立っている。そうだよな。ユキコの奴は結婚式を挙げたがってたんだよな。俺にはそんな金はなかったけどよ。二人が深く頭を下げると、盛大な拍手が巻き起こった。中には立ち上がり、指笛を吹く者もいた。そんな中、胸を張り歩き進めた二人は、高砂に到着すると、スタッフに促されるままテーブルに着いた。組員からの祝辞があり、組長からの祝辞がある。二人の子供時代の写真が映し出され、形の整った式が進んでいった。そして式が中盤に差し掛かった時だった。司会が息子たちの名前を呼んだ。まさか息子たちが祝辞を述べることになっているとは。まるで聞いていなかった俺は息子たちの顔を見た。二人は俺を見るとにやりと笑ってマイクの前に立った。母さん、生田さん、本日は本当におめでとうございます。お二人に心からのお祝いの言葉を録音してきました。どうか最後まで。そこまで言った息子はスマホを取り出した。誰もがどんな祝辞なのかと笑顔でマイクの前の二人を見ていた。スポットライトは息子たちを照らしている。二人はニコリと笑みを浮かべると、ユキコと生田を見た。ユキコは嬉しそうに息子たちを見ている。生田もまたユキコの息子ということで、どんな祝辞なのかと楽しみにしているようだった。息子がスマホの画面をタップした。すると、やっと結婚できるわね。なんとユキコの声が流れ出した。ユキコを見てみると、これはどういうことなのかと首をひねっている。ああ、待たせちまったな。次に聞こえてきたのは生田の声だった。どうやら二人の会話を録音したらしい。それで、本当に私は組長の女房になれるんだろうね。もちろんだ。式が終わって、組長が気が抜けてるところを狙うんだ。そのために3年もかけて計画を練ってきたんだからよ。うまくいくかしら。うまくいくに決まってるだろうが、俺たちは式が終わったらすぐに新婚旅行に立つことになってるんだ。組長が襲撃されたことが分かっても、俺たちに疑いがかかることはねえや。組長だってこんな時に襲撃なんて想像もしてねえだろう。そこが狙い目なのさ。でもこんな回りくどいことしなくても、一思いに夜襲をかければ簡単なんじゃないの？バカだな。夜襲なんてかけて俺がやったことがバレてみろよ。組長派の奴らに俺がボコられちまう。そうなったら若頭派の奴らはみんな織田仏だ。俺は安全に組を俺のものにしたいんだ。そのためには策ってのは必要なんだよ。なるほどね。さすが私が惚れた男だよ。
私を奪ったように略奪しようってわけだね。おう、男なら力ずくで奪わなくちゃな。会場内で一挙に騒がしくなった。なんてものを流してるのよ。組長、こんなのは嘘だ。ガキのいたずらだ。おお、そうなのか。組長は全く笑うことはなく、生田を睨みつけていた。おい、そこの二人。これはどこで録音したものだ。母さんと生田さんが一緒に暮らしているマンションです。俺たちはよく母のところに遊びに行くんですが、そこにスマホを忘れたことがあって、取りに行くのも面倒だったんで、翌日取りに行きました。まさか録音機能がオンになっているなんて思わなかったし。でも家に帰ってそれに気がついて、聞いてみたらこれが録音されていたんです。このまま放っておくこともできなくて、それで急遽皆さんに聞いてもらおうと。嘘だ。組長、これは寝物語にちょいと面白そうなことを話しただけなんです。俺が組長を襲撃するなんて、そんなことがあるはずねえんだ。そんなことがあるはずねえのに、どうしてこんな話をしてるんだろうな。なあ、ユキコさん。あんたはどう思う？え？あんたは結城の元女房だ。それが略奪されてこうしてそこに座ってるんだ。つまり強い男が好きだってことだよな。はい、男は強い方がいいですが。ってことは、生田が俺を襲うってのは、あんたにとっちゃ嬉しいことだよな。しかも組長になってくれりゃ、あんたは組の姉子になるわけだ。それはそうだけど、バカ、余計なことを言ってんじゃねえ。お前はどうしてそうも軽々しく口を開くんだ。お前がそんなだから、お前のガキどもがこんなことをするんだろうが。息子は関係ないじゃないか。関係あるだろうがよ。こんな録音を流しやがって。これは作り物じゃありません。確かに母と生田さんの会話です。二人に面白い会話を頼んだとしたら、もっと楽しいことになっていたと思います。こんな危ない話をするはずがないんだ。その通りです。頼んでいないからこそ、本当のことを話してるんですから。ああ、そうだろうな。おい、ユキコ、あのガキどもを何とかしろ。てめえのガキだろうが。そんなこと言っても、今更どうにもならないじゃない。みんなの記憶を消すことができるなら何とかなるけど、それだってできないのにどうしようも。うるせえ。ガキを家に入れてるから、こんなことになるんだろうがよ。俺はガキなんて連れ込むなって言ってたのに。ああ、俺たちって招かれざる客だったの？母親のところに行きたいと思うのって、生田さんからしたら迷惑だったのか。これは知らなかったな。そんなことを平気で言うような人なんだ。こういうことを考えるのも納得がいくよね。ああ、そうだよな。うるせえ。黙れ、クソガキ。黙るのは生田。てめえだ。てめえが俺の首を狙ってるってことは、前々から薄々気がついていたんだ。嘘だろ。てめえは何も知らないようだったがな。そういうのを策士策に溺れるってんだよ。自分がやってることしか見えてねえからな。じゃあみんな分かってたってこと？生田が組長の首を狙ってることも、隙があれば襲おうとしていたことも。ってことはどうやっても組長になんてなれないってことじゃないか。ユキコ黙れ。組長さん、この生田さんは俺の母を父から奪ったんです。俺たちはそれが許せない。俺たちの家庭を壊したんだ。ああ、それも聞いてるよ。3年前のことだろう。そうです。だからどうか制裁をお願いします。俺たちから幸せを奪ったんですから。なんてガキだ。私は嫌だったんだよ。でも生田がうるさくつきまとってきたんだよ。本当は俊樹と和樹の母でいたかったんだから。お母さんは何も悪くないんだよ。分が悪くなったことを察したユキコは、急に自分は被害者だと言い出した。そしてまくし立てるように、どれほど息子たちを愛しているかを語り出したのだ。トシキ、カズキ、お母さんはあんたらのことを愛しているんだよ。でも結婚しなかったらどうなるかわかってるだろうって脅しをかけられてたんだよ。だから悪いのは生田なの。すべて生田なのよ。だから母さんを助けて。何言ってやがる。
あんな男は嫌だって言ったのはてめえじゃねえか。俺に組長になるってけしかけたのだっててめえだろうがよ。てめえにけしかけられなかったら俺は社長の座を奪おうなんてこれっぽっちも思わなかったんだ。それでも襲撃をかけようとか新婚旅行だって言えば組長を欺けると言ったのはあんたじゃないか。私はあんたに惚れてるからあんたが言ったことに黙ってついてきただけだよ。組長さ、悪いのはこの生田なんです。私は何も知らないしけしかけたりなんかしてないんです。てめえなんて女だ。生田とユキコが言い合っている間、息子たちはニヤニヤと笑っていた。これが息子たちが考えた筋書きなのだろう。スマホを妻の家に忘れてきたなんていうのも嘘だ。何せ息子たちがスマホを持っていなかったことなんて一日経ってなかったのだから、きっとユキコの住まいにマイクを仕掛けて盗聴していたはずだ。そこまでしてやっとこの会話をつかみ今日という日にぶつけてきたのだろう。なんとも勇気のあることだ。だがこれがどう転がるのか、問題はそこだ。おいユキコ、てめえ本当はガキどもとグルなんじゃねえのか。俺をはめようってことなんじゃねえのかよ。なんでそうなるのよ。一体誰に寝返ってやがる。だからどうしてそうなるのよ。てめえは勇気のやつから簡単に俺に寝返ったような女だ。他のやつともやってねえとは言い切れねえだろうがよ。そんなことあるわけない。ないとは言えねえから残念なんだよ。てめえみたいな女はよ、どこの野郎にでもまた開いてんじゃねえのかって心配でなんなかったんだ。だがこれではっきりしたぜ。やっぱりてめえは信用ならねえや。いい加減にしろ。組長のドスの効いた声が響き渡ると、二人は黙るしかなかった。めでたい日だってのになんてこった。組長、俺は組長が睨みを聞かせると、生田はそれ以上何も言えなかった。生田、これだけははっきりした証拠があるんだ。逃げようがねえだろうがよ。てめえが俺を襲って、組を自分のものにしようとしていたことは確かなことだ。それがユキコの差し金だろうとなんだろうと、自分がそれに乗っかったんだ。この落とし前はしっかりつけてもらうしかねえぞ。落とし前、てめえは破門だ。破門？そんな、破門にされたら組長になれないじゃないか。こんなのって、組長にもなれないようなあんたなんて何の意味もない。なんだよ、俺だけが悪いってのかよ。組長さん、破門って組から出るってことですよね。うん、ああ、その通りだ。それだと、逆恨みして組長さんが一人のところを狙ってくることもあるんじゃないですか。うん。いくら組長さんが強くても、頭数を揃えて襲われたら、それでも勝てるんですか。いや、さすがに俺も人間だからな。だったら波紋なんてぬるいんじゃないですか。ああ、なるほど。ガキ、余計なことを抜かしてんじゃねえぞ。それに、俺たちはその男を許せないんです。今回はたまたまこうして会話を録音することができて、証拠を出すことができましたが、これがなかったらこの男は俺たちの母親と幸せに暮らすことになったんです。俺たちの幸せを奪っておきながら、そんなのどうして許すことができますか？なるほど。そいつは道理だ。だったらこうしたらどうだ。お前たちの精神的苦痛に対する慰謝料をもらうんだ。それも100万程度の金じゃねえや。もっと高額と行こうじゃねえか。え、もっと高額。そうさな。一人5000万でどうだ。お前たちは3人いるんだ。1億5000万だな。そんな金あるわけない。私はいいのよね。だって私はあんたたちの母親なんだから。父さんは裏切っておきながら自分だけが助かると思ってるの？そんなわけはないじゃないか。そんな、二人で1億5000万だ。一人7500万じゃねえか。無理ですよ。そんな大金あるはずがねえ。借りればいいでしょ。ヤクザには高額を一瞬で貸してくれるところがあるって聞きますよ。しかもそれを返済するために仕事まで世話してくれるらしいじゃないですか。なんでそんなこと知ってるのよ。
ずっと前に父さんから聞いたんだよ。聞いとくもんだよね。この中に金貸しのおじさんもいるんじゃないんですか。息子がそう言うと、一人の白髪の男性が立ち上がった。俺のことかな。男はニヤニヤと笑いながら二人に近づいていった。金貸しがやってくると、1億5000万が一瞬にして借り入れ完了となり、ユキコと生田は結婚式も終わらぬまま、カニ漁船に乗せられることとなった。嫌だ、行きたくないと叫ぶ二人だったが、そのまま連れて行かれることとなった。そんな生田たちを見送った息子たちは、顔を見合わせて笑っていた。そして俺のところに来ると、父さん、これで父さんの恨みも晴らせた?と聞いてきた。何とも言えない俺は、口元を歪めるにとどめた。そんな俺たちのところに組長がやってきた。ユキ、久しぶりだな。この二人がお前の自慢の息子か。組長、お久しぶりです。はい、俺の息子たちです。大したもんだな。これだけのことをやってのけるとは。それにしてもよかったのかよ。いくら憎いとは言っても、お前たちの母親だろうが。俺たちの母親は3年前に亡くなったんです。さっきまでいた女性は、俺たちの母親じゃありません。あれは、母さんの皮をかぶった悪魔ですよ。だから何とも思ったりしません。組長さん、カニ漁船というのはどんな仕事なんですか?ああ、極寒の海の上でカニを取るんだ。海に落ちることがあれば一巻の終わりだ。誰も助けちゃくれない。漁の中でも一番過酷と言われている仕事だ。そうですか。じゃあ、そこで俺たちの苦しみをせいぜい思い知るといいな。うん、そうだね。心底あの時の寂しさと苦しさ悲しさを思い知ってほしいね。息子たちはそう言うと、笑いながらも涙を流していた。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は朝倉真由、20歳。私には姉が一人いる。私たち姉妹は年の差があるおかげで、みんなが憧れるくらい仲が良く、姉は私にとって憧れの存在なのだ。そんな姉とは毎年大事にしている行事事があり、初詣は姉妹で行くと決めている。仕事が忙しい姉と唯一ゆっくり過ごせる日で、私はかなり浮かれていた。すると目の前から歩いてきた男に気づかず、肩がぶつかってしまったのだ。すみません。私が焦って謝ると、私の顔を見た相手の男はにやりと不気味に笑った後、肩を押さえて大げさに痛がり始めた。言ってえな、てめえどこ見て歩いてんだよ。うわ、肩がかなり痛いわ。俺、打球でもしてんじゃねえか。打球?そんなに強くぶつかっていないと思いますが。ああ?お前に俺の痛みのレベルがわかるのかよ。ぶつかられた本人が痛いって、こんなに言っているんだから、それが全てなんじゃねえの?こんなに痛いってことは、打球でもしているんじゃねえかって言ってんだよ。てか、人にぶつかっておいて、すみませんの一言で済ませるなんて、どんな神経してんだよ。いや、でも、本当にそんな強くぶつかってはいないと思いますが。だからなんだって言うんだよ。てめえが前見て歩いていなかったことが原因だろ。つべこべ言ってねえで、もっと真摯に謝罪しろや。だんだんと強い口調で私を脅すように言ってくる男に、私は恐怖を感じ、引き気味になっていた。本当にすみませんでした。肩、大丈夫ですか?脱臼しているんじゃないかと騒ぐ男を前にし、私はその言葉を信じることしかできず、心配する声をかけた。すると姉は、すかさず男が嘘をついているだけだと見抜いたのだ。
そんなに肩が痛いですか？だから、痛いって言ってんだろ？なんだ？お前も俺が言ってることに、イチャモンつける気か？いや、こんな華奢なことぶつかっただけで痛める肩だったら、それはそれで持病なんじゃないかと思いまして。私でも、この子とぶつかっただけで脱臼するくらいになるなんて、想像もできませんけど。それに、隣を歩いていたからわかりますが、大したスピードも出ていなかったですよね。私たちはゆっくり歩いていましたし、あなたたちが早歩きか走っていたっていうなら別ですけど。でも、そうなったらそうなったで、こんな人混みの中を走っている方が悪いですよね。どうして俺が悪いって言われなくちゃいけねえんだよ。そもそも、こいつが前を見て歩いていればよかった話だろうが。こいつがよそ見をしていたから、俺にぶつかったってことは、こいつが悪いんだろうが。ってことは、あなたも前を見て歩いていなかったんじゃないですか？この子が前を見ていなかったのは事実ですから、それは申し訳ないとは思いますよ。でも、あなたが前を見て歩いていれば、この子のことを避けることができましたよね。それなのにこの子だけが悪いだなんて言い方、イチャモンにも程があるでしょ。てめえ、そんなにも俺を悪者に仕立て上げようっていうのが？違いますよ。あなたがこの子のことを悪者に仕立て上げているんでしょ？私はそういうことだったら、お互い様じゃないかって言っているだけです。そもそも、肩を脱臼している割には、かなり元気そうですが。ああ、そうだな。運よく脱臼はしていなさそうだわ。でも、痛いもんは痛いんだよ。どう責任取ってくれんだ？責任って、あなたは何を望んでいるんですか？軽くぶつかった程度で、責任を取れだなんて大げさな。こんなにも混雑しているところで、人とぶつかるのなんて想定内じゃないですか。それなのに、そんなにも怒るというのであれば、こんなところに来ない方がいいんじゃないですか。どうしてお前にそんなことを言われなくちゃいけねえんだよ。俺がここに来ることなんて、俺の勝手だろうが。本当にひねくれたやつだな。そんなにも俺にイチャモンをつけて喧嘩を売ろうっていうのか？あなたの方こそこの子にイチャモンつけて楽しいですか？お姉ちゃん、確かに私が前を見ていなかったのが悪いんだからもういいよ。私が悪いんだって。昔から姉は正義感の強い人だと知っていた私は、これ以上大事にならないようにと姉を説得した。しかし姉は、そんな私の言葉には聞く耳を持たなかったのだ。眉は悪くないでしょ？こんな理不尽なことを言われて受け入れていっちゃダメなの。そんなことをすれば、こいつらの思惑通りになっちゃうじゃない。どうせ眉が悪いって決めつけて、どうにかしようだなんて考えているんだから、あんたの考えていることくらいお見通しなのよ。威勢のいい姉貴だな。よかったな。こんなにも強い味方がいてくれて。でも、俺たちがヤクザだって言ったらどうする？さすがに威勢のいい姉貴も黙るんじゃないのか？ヤクザ？お姉ちゃん、本当にもうやめておこう。これ以上関わるのは良くないよ。素直に謝れば許してもらえるかもしれないんだし。あんたは物分かりがいいやつなんだな。あんたの言うように、兄貴に逆らわない方が身のためだぜ。ここでは周りに人がいるからって、何もされないとでも意気がっているんだろうが、俺たちヤクザにとっちゃ、そんなことなんて関係ない。いつだってお前らみたいな凡人を潰すくらいできるんだからな。そうだ、俺はお前に肩をぶつけられて、痛がっているんだ。素直に謝罪をしておいた方がいいと思うが。そうやって私たちを脅しているつもりですか？ヤクザだからってしていいことと悪いことくらいあるってわかりませんかね。あれ？まだ俺たちに逆らおうっていうのか？お前の妹は
俺たちに従った方がいいと思っているが、それなのにあんたが出しゃばってくるなんて、これじゃあ賢い妹が報われねえな。あの、本当にすみませんでした。姉はこう言っていますけど、私は自分が悪いって認めますから、どうか許してはいただけませんか？ちょっと、まゆ。いいの。痛いって言ってるのは事実なんだし。それに私、お姉ちゃんとせっかく初詣に来たのに、これ以上時間の無駄になる方が嫌なの。謝って許してくれるなら、それでいいじゃない。わざわざ大事になるようなことをしなくてもさ。それはそうかもしれないけど。ね、私は大丈夫だから。姉は私の言葉をようやく聞き入れ、少し冷静さを取り戻した。ぶつかってしまって本当にすみませんでした。妹がすみませんでした。私からも謝罪します。姉は私を思って一緒に謝罪をしてくれたのだが、それをいいように捉えたヤクザたちは私たちを詰め始めた。え？それだけで終わり？それだけでと言いますと、いやいや、痛い思いをさせたっていうのに、謝罪だけかよって意味なんだけど。謝罪だけで十分かと思いますが、他に何が必要だと言うんですか？たぐ、1から10まで言わねえとわからねえのかよ。慰謝料はなしかって言ってんだけど、まあいいや、二人若いから体で払え。天下の高原組からの命令。体でって、そんなの困ります。困るじゃねえんだよ。痛い思いさせたってのに、謝罪だけで許されると思っている方がおかしいんだよ。すると姉は、男が本気でそんなことを言っていると確信したからか、急に顔をこわばらせ、財布から一枚の紙を取り出し、ヤクザに押し付けた。同業ならこの名がわかるよな。私たちがこうして素直に謝罪しているっていうのに、まだ文句を言うんだったら、私にも考えがあるんだけど。ああ？何言ってんだよ。こんな紙切れ一枚で、俺に何ができるって言うんだ？そう言って笑いながら、姉に渡された紙を見たヤクザ。すると次第に、顔色が変わっていき、震え始めた。私はこんなにも怒っている姉を見たことがなく、少し不安に感じていたが、ヤクザさえも姉を恐れるような目で見始めたことにより、頭の中が混乱に変わった。兄貴、何震えてんすか？こんな奴の言っていることなんて素直に聞く必要ないっしょ。さっさと捕まえて、そこら辺のホテルに連れ込みましょうよ。俺、若い子を相手させてもらっていいっすかね？さすがにこんな可愛い子たちを、二人とも兄貴一人でなんて言わないですよね。お前、どうしてこんなものを持っているんだよ。さすがに拾ったなんてことはないだろう。だから、どうしたんですかって。そんな小さな声で、この紙にそんな変なことでも書かれているんですか？もしかして、呪いの何かとかですか？そんな馬鹿げたことを信じているわけないですよね。さっきからお前はうるせえんだよ。俺がそんなことでこんなにもビビり出すわけねえだろうが。そんなこと少しはお前の小さい頭で考えてもわかんだろう。とにかく俺はこの紙の事実が知りたいんだから黙っておけ。俺以上変なこと言うとぶっ飛ばすぞ。すみませんでした。ヤクザは年下ヤクザにおらつくと、年下ヤクザは一瞬で黙った。こいつがうるさくてすみませんでした。それでこの名刺はどうやって手に入れたんでしょうか。ちょっとやそっとの関係で、こんな名刺を持ち歩いているとは思えない。あなたはこの人と知り合いだということでしょうか。知り合いっちゃ知り合いだけど、そんなちっぽけな関係ではないわね。ただの友人とかだったら少しは安心したんだろうけど、残念。私はその人の婚約者なの。婚約者？あんた、この人がいくつか分かって言ってんのか？
さすがに俺を騙そうとしても無駄だからな。あんたはどう見ても20代半ば。この名刺に書かれている人は30代半ばだぞ。10も離れた人と婚約だなんて、そんなの滅多にある話じゃねえだろ。しかもこの人はかなりの大物なのによ。今時10歳くらいの年の差なんてありえない話じゃないでしょ。だったら今すぐにでもその人を呼んであげてもいいわよ。きっと話を聞けば飛んでやってくると思うんだけど。ヤクザはまさかというような雰囲気だったが、姉の自信ありげな表情から事実であると悟ったのか焦り始めた。ちょっと待ってくださいよ。ここに呼ぶだなんてやめてください。あなただってこの人がどんなにすごい人かなんて分かって言ってるんですよね。ええ、分かっていますよ。きっとこの人を呼べばあなたたちは始末されることになるでしょうね。あなたの組も同じように潰されるなんてこともあるかもしれないわね。でも私を脅してきて体で払えだなんて言ってきたのはあなたたちの方でしょ。肩がそんなにも痛かったのかしら。いやいや、もう肩の痛みなんて取れましたよ。ほらこの通り、脱臼もしていないみたいだし、俺たちはこのまま引き下がらせてもらいますから。兄貴、さっきからどうしたって言うんですか。この人の婚約者がそんなにもすごい人なんですか。政治家が何かとかなんですか。だったら組長に守ってもらえばいいじゃないっすか。兄貴がそんなにも怯えることなんてないですよ。そろそろこの人に教えてあげたらどうなんですか。その名刺に書かれている人のことを。私、あんたのことはもちろん許せないけど、この人のことも許さないからね。大した想像力でさっきからいろいろと言ってくれているけど、怖い思いしないとわからないみたいだからさ。この人の婚約者は前田組の幹部、若頭だ。前田組といえばここら辺だけじゃなく関東で最大と言われるくらい大きな組、他の組の奴らでさえもビビるくらいの組だぞ。しかもそれの幹部様の婚約者、俺たちはヤバい人を相手にしてしまったってわけだ。これは笑い事なされることではなくなったぞ。前田組？しかも幹部で若頭って、俺たちは一体どうなるって言うんですか。俺は兄貴がぶつかられたから肩を持っただけで、そんな悪いことなんて言っていませんよね。ねえ、俺は何もされないですよね。お前も十分いろんなことを言っただろうが、本当に申し訳ありませんでした。俺たちこの通り反省しています。少しぶつかっただけなのに、こんな横暴なことを言ってしまって、妹さんにぶつかったことも申し訳ないと思っております。その、妹さんはお怪我はありませんでしたか？すみませんでした。ヤクザは年下ヤクザの頭を押さえつけ、私たちに謝罪をした。私は怪我とかはしていませんが、って、お姉ちゃんの婚約者の人ってこの人たちと同じヤクザってこと？どうして私に教えてくれなかったの？私、お姉ちゃんに彼氏がいることさえも知らなかったのに。あ、それはね、実はマユには今日紹介しようと思っていたのよ。電話とかだったらちょっと刺激が強すぎるかなって思って、今日みたいにゆっくりできる日にって思っていたら、この間プロポーズされちゃってね。ごめんね、紹介が遅れちゃって。私は衝撃的な事実を知り、いろいろと情報量が多すぎて頭が追いついていなかった。それで俺たちはもう許していただけるのでしょうか。こうしてちゃんと謝罪もさせてもらったことですし、さっき妹さんも今日の時間を大事にしたいとおっしゃっていましたしね。それなのに俺たちが邪魔してしまうのはどうかと。何言ってんの？もうすでに邪魔をしてくれたからこうなっているんでしょうが、私の可愛い妹にぶつかっただけでなく、しかも体を要求するだなんて、
本当に卑劣極まりない人たち。それはもちろん、さっきのことは全てなかったことだって思ってくれて構いません。前田組の若頭の婚約者の方に、そんなことを要求するはずないじゃないですか。逆に俺が妹さんにぶつかったお詫びもさせてもらいます。念のために病院に行くというのであれば、病院代はもちろん、慰謝料だってお支払いさせていただきます。ですから、その、婚約者の方には、今日のことは内緒にしていただけると。さっきから呼んでほしくなくて必死ね。でもそういうわけにもいかないのよ。私の体を要求したんだから、婚約者である以上知らせておかないとって思うのは当然のことでしょ。まあでも安心して、私は別にあなたたちのことを取って食おうなんて思っていないから。まあトシヤさんはきっとお怒りになるだろうけど、それはあなたたちでどうにかしてくれればいいから。それができないからこうして頼んでいるんじゃないですか。俺たちはそんな人を呼ばれたら何もできなくなるんですよ。このままだったら命があるかもわからないのに。だってさっき自分で言っていたじゃない。天下の高原組だっけ。あなたたちの組が天下なんだったら平気でしょ。俊也さんにも同じことを言って許してもらえればいいだけよ。姉は笑いながらスマホを取り出すと、婚約者である前田組の若頭に連絡を入れ始めた。頼むよ、もう許してください。ヤクザは半泣きになりながら謝罪するも、もう姉を止めることはできなかった。あ、もしもし、トシヤさん、今ね、高原組のヤクザに絡まれていてね、妹の肩がぶつかったことが原因なんだけど、どうやら脱臼しているかもって大げさなことを言って、代償を体で払えって。私、トシヤさんの婚約者だからさ、ちゃんと報告しておかないとって思ってね。この人たちどうすればいいかな。高原組？そんな小さな組のヤクザが俺の大事な人にそんなことを言ったのか。いい度胸じゃねえか。サナやサナの妹が怖い思いをした分は俺が取り立ててやるから待ってな。そいつらには組が分かっているんだから、逃げても無駄だって言っておいてくれ。そうね、私もこの人たちの顔はもう十分に覚えたことだし、ちゃんと伝えておくね。それじゃあ待ってる。姉は電話を切ると、ヤクザたちはまるで地獄を見るかのように顔を青ざめさせていた。マジかよ、こんなのもう終わったも同然じゃねえか。兄貴、俺だけでも助けてくださいよ。俺は兄貴の援護をしただけで何もしていないじゃないですか。兄貴が一人でこの責任を取ってくれれば、俺は。お前はなんてことを言うんだよ。俺の下っ端なんだったら、こういう状況になった時こそ俺を守るべきなんじゃないのか。俺だって前田組を敵に回すなんてごめんなんだよ。あなたたち、みっともないわよ。ああ、そうそう。トシヤさんからの伝言で逃げても無駄だって。もうあなたたちの組が分かっているんだから、逃げてもどうにもならないってさ。今からここに来るって言ってくれていたから、きっともうじきつくと思うわ。トシヤさんね、本当に情に熱い人で、私のことをとても大事にしてくれているのよ。そこら辺のクソみたいな男とは違って。レディーファーストも自然にできるくらいに優しくてね。私の電話では笑ってはいたけど、きっと内心はかなりのお怒りモードだと思うわ。本当にかわいそうな人たちね、新年早々。マジかよ、もう逃げることもできないなんて。やっぱり俺たちはもう終わったも同然。仕方ないわよ、こんな神様がいる場所で自分の私腹を肥やそうとしたんだから。神様は見ているって本当なのね。あなたたちの相手が私で本当に良かったわ。俺はまだマシですよね。俺は妹さんとぶつかったわけでもないですし、大したことも言っていないですし、もちろんそういうことも
若頭の方には言っていただけるんですよね。あれ？そうだったかしら。もう忘れちゃったわ。でも、あなたが私や妹のことを馬鹿にして、色目を使ったってことだけははっきり覚えているよ。きっと制裁を受けるには十分ね。年下ヤクザでさえも、もう無駄だと悟った時、姉の婚約者が数人の組員となんだかそわそわしている人を引き連れてやってきた。サナ、大丈夫だったか？何もされていないか？大丈夫。この人たちもさすがに、もうこれ以上何かしようだなんて思わなかったみたい。トシヤさんに少しでも許しを得ようと必死って感じで。そうか。だったらよかった。逆上して何かされたらどうしようって思ったら、いても立ってもいられなくて、組員に飛ばすように言ってここまで来たんだよ。そう言って姉を抱きしめる若頭を見て、私は案外優しい人なのかなと思ったのだが、姉から離れヤクザに顔を向けた瞬間、一気に顔色を変えた。組長、どうしてここに？ここに来る前に連絡を入れさせてもらってすぐに来てもらったんだよ。組員の失態は組長の失態。組長が責任を取ることなんて当たり前だろ？そうだよな、組長さん。もちろんでございます。私の組員が大変申し訳ありませんでした。組長、俺たち。てめえら、誰の女に手を出したと思ってんだよ。申し訳ありませんでした。まさか、前田組の若頭の婚約者だなんて思いもせず、先ほど知ったもので、知ってからは何もしていませんし、むしろ謝罪しかしておりません。もうこんなことは二度とするつもりもありませんし、俺たちはあなたの婚約者にお詫びをさせていただこうかと思っております。誠心誠意を持って許しを得られるようにと。それがなんだって話なんだけど、お前が謝罪をして詫びたからって何になるんだよ。それでサナが怖い思いをした記憶が消せるとでも言うのか？なかったことにでもなるっていうのか？それはなりませんが、せめてもの気持ちとして。俺はお前にそんなちっぽけな気持ちを求めてなんていねえんだよ。サナや、サナの妹ちゃんが怖い思いをした分、お前らも同じように味わってもらうしかねえと。気が済まないんだけど。そりゃそうだよな。相手にしておいて自分はされたくないだなんて、そんな都合のいい話はないもんな。待ってくださいよ。俺たちはもう何もする気がなく降参しているじゃないですか。それにあなたの婚約者の方は別に俺たちのことを怖がっている様子なんてなかったですよ。なんていうか、むしろ妹さんを守るために強く俺たちに言ってきたと言いますか。ですからあなたが心配するようなことは。そんなのどうしてわかるんだよ。心の中ではサナも怖かったかもしれねえのに。まあ、とりあえず妹ちゃんの肩にぶつかって痛い思いをさせたんだから、痛い思いをしてもらってから考えるとするか。ちょうど俺の下っ端がお前たちをボコりたくてうずうずしてくれているみたいだからよ。組長さんもそれで問題ねえよな。ええ、今回の件はこいつらが 100% 悪いと思っておりますので、どんな制裁でも。組長、俺はほんの少し肩をぶつけただけで。お願いします、俺たちを助けてください。何言ってんだよ。お前が脱臼したって騒ぐぐらいだったんだろ。だったらそれなりに強くぶつかってんじゃねえか。でまあ、そんな言い訳みたいなことをいくら言われても、もう取りやめる気はさらさらねえが、それに組長さんもすんなり許可してくれたことだしな。安心しな。気絶するまではやらねえようにしてやるから。気を失ってしまったら楽しみが終わってしまうからよ。お前ら、こいつら二人をやれ。若頭の命令で一気に動き始める組員たちは、一斉にヤクザ二人をボコボコにし始めた。やめてください。俺たちが悪かったと認めていますから、もう二度とこんなことがないようにしますから。
組長、兄貴。なんだ若いの、お前全然体力がねえな。これだから、ただ若いだけの無能は。そのありさまで俺に喧嘩を売ってきたなんて、どうかしてんじゃねえのか。すみませんでした、もう許してください。高原組の組長は目の前で組員をボコボコにされ、目をそらすようにうつむいていた。組長さん、ちゃんと見ておいた方がいいですよ。極小の組が俺たちみたいな組に喧嘩を売ったらどうなるのか、ちゃんと理解して組員たちを教育してもらわないと。はい、二度とこんなことがないように他の者にも十分に言い聞かせておきます。トシヤさん、高原組は天下だってこの人が言っていたけど、やっぱり嘘だったんだね。姉がそう言うと目を丸くして驚く組長。若頭はそんな組長を見てにやりと笑った。高原組が天下だってこいつらが言ったのか。そうか、そりゃ自分たちが天下だと思っていたらこういうことをするか。組長さん、あんたの組は俺らより強いのかよ。いやいや、そんな滅相もありません。前田組の方を差し置いて私たちのような組が天下だなんて、こいつらがバカなことを。だったら天下を取っているのはどこの組だって言うんだ。寝言は寝てから言った方がいいぞ。前田組です。私たちなんて足元にも及ばないと思っております。そうだよな、お前らみたいなちっぽけな組が天下を取れるはずがねえよな。お前らもうその辺にしておけ。組長さん、さっき聞いたことで俺は気が変わった。こいつらは始末させてもらう。始末？待ってください。命だけは勘弁してやろうと思ったが、さすがにここまでコケにされるのはな。俺もそんなにも心が広いわけじゃないんでね。あなたがしたようにしてやってください。私はこいつらのことをかばう気は一切ありませんので。組長、どうしてそんなことを言うんですか。俺たちは大事な組員じゃないんですか。その大事な組員に裏切られたからこうやって言っているんだよ。こんな大きな組の方を相手に喧嘩を売り寄って、お前らは高原組がどうなってもいいというのか。それに今回の件は救いようがない状況だってわからないのか。俺も組を守るのに必死なんだよ。そうですか。組長さんはこいつらを始末させれば組が安全だと思っているんですか。いえ、そのようなことは。私としましてもあなたに許していただけるように精一杯努力をするつもりでございます。決して安易に考えてはおりませんので。いいや、いいだろう。妹のサナちゃんに100万慰謝料として組長さんが用意しろ。それで今回の件は勘弁してやる。しかし二度目はないということだけは頭に入れておいた方がいいぞ。わかったな。承知しました。早急に用意させていただきます。穏便に解決していただきありがとうございます。組長がお礼を伝えると、若頭は組員にヤクザたちを連行するように命令。こうしてヤクザたちは子供みたいに泣きじゃくりながらも連れて行かれるのであった。お姉ちゃんとそのお姉ちゃんの婚約者であるトシヤさん、今回は私を守ってくださりありがとうございました。お姉ちゃんがいなかったら私なんて何もしていないわよ。全部トシヤさんのおかげ。トシヤさん、急に連絡をしたのにすぐに駆けつけてくれてありがとうね。そんなの当たり前じゃないか。大事な人が困っているって分かったらいつでも駆けつけるよ。姉の婚約者である若頭はまた優しい雰囲気に戻っていて、私は少し安心した。トシヤさん、それくらいお姉ちゃんのことを大事に思ってくださっているんですね。私ついさっきお姉ちゃんに婚約者がいるって聞かされて、それもヤクザだって言われたものだからてっきり。でも安心しました。こんなにもお姉ちゃんのことを思ってくれているんだったら
きっとお姉ちゃんは幸せになれるね。マユ、本当にごめんね。報告するのが遅くなって、隠していたわけじゃなくて、本当に今日紹介しようと思っていたの。ね、トシヤさん。挨拶が遅れて申し訳なかったね。急に聞かされたら、そりゃびっくりするよね。これからも、サナのことは大事にするから、そこは安心してね。本当ですよ。これからも、お姉ちゃんのこと、よろしくお願いします。もう、マユったら。でも、マユとの時間も、これまで通り、ちゃんと大事にするから安心しなさいよ。お姉ちゃんは何があっても、マユの味方だからね。私は姉が遠い存在になるのかと不安に思ったが、その言葉で安心するのであった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前はケン。兄貴の寮と一緒に高級寿司屋へ来ていた。個室に案内されたのだが、隣の部屋がやたらと騒がしい。店員に注意してもらったところ、隣にいた客が俺たちの個室に割り込んできた。面倒だと思っていたら、まさかの女の方は俺の元カノのしおりだった。あれ？うちらに文句言ってくるなんてどんな立派な人間かと思ってたらケンじゃん。何？どうしてこんな高い寿司屋になんて来てるわけ？あんたみたいな貧乏に、こんな高級寿司屋になんか来れるわけないのに。え？何こいつ？しおりの何なの？なんで俺の女のこと知ってるわけ？ことと次第によっちゃ大問題だけど。ああ、別に大したことはないですよ。大昔に付き合ってたってだけです。もう別れてから随分経ちますし、今日だって何年ぶりに会ったってくらいですよ。へえ、そうなんだ。で、俺たちに何の文句なの？さっき店員からもう少し静かにしろって言われたけどさ。俺たちが誰だと思ってそんな上から目線で文句なんか言ってんの？実際、結構周りに迷惑になるくらいでかい声だったけどね。ここが高級寿司屋っていう意識はあるんでしょ。それなのにそんなにいい店で大きい声出して話すとかどういう考えなん？はあ？別にお前にそんなこと関係なくね。っていうか迷惑だって言ってんのお前らだけじゃん。お前らより先に店入ってるけど誰からもそんなこと言われてねえよ。やっぱ声だけでしおりって分かって、こうして顔見るためなんじゃねえの？うわ、なんかそういうのめめしくて無理だわ。全然会ってませんでしたしとか言いながら、未練たらたらなんじゃん。うわ、ちょっとやめてよ。本当に気分悪いわ。ごめんね、ケン。私あんたなんか興味ないのよね。私が愛しているのは、ゆうくんだけだからさ。いや、俺が未練タラタラとか、むしろそういうこと言うのやめてもらえる。マジでしおりには興味ないし、だからこそ追いかけたり探したりもしてねえじゃん。こっちが気分悪くなるから、本当にやめて。むしろよそで俺の元カノとか言いふらさないで。はあ？あんた何様のつもりなの？もともとあんたから告白してきて付き合ったの忘れたわけ？自分に都合のいいように話を盛るくせやめろよ。言っとくけど、俺から告白したんじゃなくて、お前が言わせたんだろう。私と一緒にいたいって思ってくれてるんなら、あなたから告白してって。むしろそうでもしないと悪い噂言いふらすからとか言ってたもんな。何それ？そっちこそ自分に都合のいいように記憶変えてるじゃん。何にしてもその時のあんたは私といたかったから告白した。悪い噂を流すって言われてたって断ればよかっただけでしょ。そもそも私があんたみたいな弱い男に惹かれるわけないのよ。所詮はつなぎの男よ。っていうかさっきからそこに座ってるお兄さん全然喋らないけど誰？
論点をすり替える癖も変わってないのな。まあ別にどうでもいいけど、この人は俺の兄貴。この店に来たのも兄貴の紹介があったからだよ。それにこの店は一元は入れないようになってるんだけど、お前らはなんで入れたの？ああ、なんだ。あんたが入れたのもそこの人のおかげなんだ。まああんたみたいな平民が入れるような店じゃないもんね。だからさ、俺のことはもういいだろ。はい、兄貴のおかげで入れました。それでお前らはどうやってこの店に入ったわけ？あんたたちに関係ないでしょ。っていうか、私たちの方が先に店にいたんだから、文句あるならあんたたちが出れば。言えてる。文句あるんならてめえでどうにかしろって話だよな。そもそも店員を経由しててしか文句言えないくせに、偉そうな顔してんじゃねえよ。おいお前ら、さっきから黙って聞いてりゃ、ちょっと言い過ぎなんじゃねえのか？そこのお嬢ちゃんは剣の元カノみたいだけど、お前は無関係なんだろ？初対面の人間によくもまあそんな喧嘩越しで話ができるな。おいおい、何勘違いしちゃってんの？そもそも最初に喧嘩売ってきたのはそっちじゃん。俺たちは普通に楽しく食事をしてただけなのに、イチャモンつけてきたりしてさ。何なんだよお前ら、何様のつもりだ？ゆうくんのそういうところ本当にかっこいいと思う。さすがこれからヤクザに入門して一人前の男になる人だね。へえ、何お前ヤクザに入るんだ？そうだよ。何、今になって怖くなってきちゃった？ちなみにこれからそこのヤクザの若頭に挨拶して明日から入門って話になってんだよ。つまりお前らとは天と地ほどの差がある人間になるってこと。そんな人間に文句なんか言ってそろそろ後悔し始めてる感じ？いや、そんなことはないんだけどさ。ちなみにどこの組？この辺で飯食ってるってことはそんなに遠くない組なんか？そうだな、お前らに言ってわかるか知らんけど、俺が入る予定なのはライネ組。この後21時から若頭と事務所で挨拶って感じだな。へえ、そうなんか。ライネ組って言えばちょっと離れてるけど、間に合うんか？若頭に会うんなら早めに到着して待っといた方がいいんじゃねえのか？ちっ、これだから二流は困るわ。もういいや、てめえと話するのもだるい。だいたいお前ら兄弟っていう割に年が離れすぎじゃね？もしかして母親が違うとかそういう感じ？別に大して似てもねえし。そうだよ、俺と兄貴は母親が違う。それでも同じ兄弟として育てられてきたんだ。年は離れてるけど、兄貴は俺にとって一番尊敬する人だよ。はいはい、一般市民のそういう感覚俺にはわかんねえわ。なんせこれからヤクザに入ってどんどんのし上がってく人間だからな。一般人と同じ感覚じゃ生きていけねえってわけよ。まあお前らに理解しろって方が無理だけどな。お前ら兄弟揃って花もないし、つまんねえ人生送ってそうだもん。おい、今の言葉撤回しろ。はあ？なんで撤回なんてする必要があるんだ？どう考えてもお前らはクソ陰キャだろ。しおりと付き合えたのも奇跡と思えよ。こんなにいい女手放すなんて、お前の努力が足りてなかったとしか思えねえけど。そうか。むしろ俺はこの女と別れられてせいせいしてるけどな。なんせこの女は。はいはい、女の話はその辺でいいだろ。もう剣も別れてるんだし、今はそこの優って男とよろしくやってんだからさ。昔の元彼のこと気にするなんて、お前も案外繊細なんだな。そんな男がヤクザなんてなって大丈夫なのかよ。ああ、お前に心配されるまでもねえよ。俺はまだその若頭って人に会ったわけじゃねえが、それも問題ねえ。男も女も関係なく、俺の魅力にイチコロだからな。おいしおり、お前の元彼雑魚そうだな。
もちろん兄貴も十分雑魚そうだけど、こいつの雑魚さ加減は底抜けだわ。でしょ？だから私も別れたのよ。随分な口聞くじゃねえか。でもそろそろ向かわねえと約束の21時に間に合わなくねえか。これだから二流と話すのは疲れるんだよ。いいか、三流は時間を守れない。二流は時間より早く到着する。そして真の一流は、あえて時間を遅らせていくんだよ。その方が俺という人間を強く印象付けられるだろう。それがお前の言い分ってやつか。俺はそういうやつは三流ですらないと思うけどな。はいはい、もういいから。じゃあ俺らもう一軒行くから、もう出るわ。さあ、お食事楽しんでくださいよ。身の丈に合ってない絶品よな。ゆうとしおりが店を出て行こうとしたら、兄貴が立ち上がって、ゆうの肩を掴んでいた。はあ？なんだてめえ。こんなことしてどういうつもりだ？うっぜ。俺に気安く触ってんじゃねえよ。なあ、ゆうくんよ。お前にいいことを教えてやる。本当の一流ってのはな、会いに行くんじゃなくて、会いに来させるんだよ。何言っちゃってんだよ。会いに来させる？それじゃあまるで呼ばれてる俺が一流じゃねえって言ってるみたいじゃねえか。ああ、全くその通りだよ。お前は一流なんかじゃない。平気で約束の時間にも遅れていく、ただの社会不適合者だ。そもそもヤクザになって一人前になると思ってる時点でダメだけどな。残念だけど、お前が一流になれる見込みはゼロだわ。なんなのこの人、突然キャラ変わってない？さっきまでだんまり決め込んでたくせに、急になんなの？別にあんたに説教食らうほどダメ人間じゃないつもりなんだけど。っていうか、あんたにゆうくんが一流かどうかなんてわかるわけないじゃん。わざわざうちらのことに口出ししてきて、ごちゃごちゃ言うのやめてくれない？そういうの、いらないおせっかいって言うのよ。ああ、悪い悪い。でもなんだかかわいそうに思えてきてな。何を勘違いしてるんだろうと思って、哀れでさ。赤の他人に心配されるほど落ちちゃいねえよ。もうめんどくせえからお前のことぶっ飛ばしてやろうか。そうすれば俺が一流だってことがよーくわかると思うけど。そういう力でなんとかなると思ってるのも四流だな。力で解決しようとするやつは、いざという時に何もできねえんだよ。本当の一流は、力じゃなくて言葉で解決をする。なぜなら言葉なら相手にも納得させることができるからだ。力は力を生みやすい。簡単に言えば報復を受けやすいってことだ。だが言葉は違う。分かり合えるまで語り合って、お互いに納得することができるんだ。だからそれもできないお前は四流だって言ってんだよ。ああ、それと、ゆうくんに朗報だ。わざわざ来年組の事務所に行く必要なんてない。来年組の若頭なら、この店にいるはずだ。ちょっと探してこいよ。なんだよ。俺にとって有益なこと知ってんなら早く言えっての。もしこの言い合いを聞かれてて、組には入れませんってなったらどうしてくれんだよ。しおり、俺は若頭を探してくる。お前はこいつら見張っててくれ。ちょっとゆうくん、私のこと置いていかないでよ。しおりの静止も聞かず、ゆうと呼ばれた男は店の中に駆け出していってしまった。っていうか、なんであんたらが来年組の若頭を知ってるわけ？もしかして、ゆうくんをこの個室から追い出すための罠だったり？本当にそういうところキモいわ。わざわざ私と二人っきりになりたくて、ゆうくんのこと追い出したわけ？そうやってお兄さんを利用してるところもキモいわ。何を勘違いしてんだ、お前は。はあ？お前らがいることも知らないのに。どうやって口裏合わせるんだよ。そんなこと考えなくてもわかることだろう。
自分のことが可愛すぎてそうやって自分に都合のいいように物語を作り変えるタイプか。おいケン、こんな女とさっさと別れておいて大正解だな。こいつはいつかとんでもねえ面倒事を背負ってくる。そうなる前に切り捨てられてよかったじゃねえか。何が言いたいわけ？何が言いたいかって？そんなこと言わねえとわかんねえのか？ケンもそうだったけど、そうやって人のこと試すのやめな。弟がクズなら兄貴もクズなんだ。母親違くても父親が一緒ならこんなにいるんだ。顔は似てないのに性格は一緒なんだね。悪いけど、お前らほど性格もクズじゃねえから安心しろよ。はあ？何こいつめっちゃムカつくんだけど。もういい。私ユウくんのこと追いかけないといけないから。ああ、もう一つあるんだよ。何？いや、あのさ、お前らが部屋に入ってきた時からお前に見覚えあったんだよ。ああ、もちろんケンの元カノだからってわけじゃないぞ。いくら兄弟の仲が良くても元カノの顔まで把握してねえから。じゃあなんであんたみたいなおっさんが私のこと知ってるわけ？ああ、そうか。私があまりにも美人すぎて知れ渡ってるってこと？それならかわいそうなんだけど、私にはユウくんっていうイケメンがいるから。あんたみたいなおっさん相手にしてる暇ないんだよね。安心しろ。俺もお前みたいな頭の悪そうな女に興味はないから。最低なんだけど。まあ話を聞けって。どっかで見たことあるなぁと思ってたんだよ。それの原因が分かったわ。お前さ、ヤクザから大借金してるだろ。まともな仕事じゃ返しきれないくらいの。はぁ？それと一緒に思い出したことなんだけど、お前、ホスト狂いのしおりだな。一晩で一人のホストに500万のシャンパン開けたって有名な女だろ。まあ、その500万もヤクザから借金したもんだけど。なんで知ってるの？お前の顔は俺らの界隈じゃ有名なんだよ。もし見かけたら必ず捕まえろってな。それだけのことをしてる女ってことだ。もちろん美人だから捕まえろってわけじゃねえぞ。しっかり制裁を受けさせるためにだ。冗談でしょ？どうして私が追いかけられなきゃいけないわけ？それに、俺らの界隈って何よ？あんた一体何の仕事してるの？しおりが声を荒らげたところへ、ユウがヘラヘラと笑いながら戻ってきた。この店の中に若頭がいるって言われても顔知らねえんだけど。まあいいや。どっちにしろ22時には顔を合わせることになるんだからよ。だいたい若頭もこの店にいるんなら俺だって焦る必要ねえじゃねえか。たく、俺のことを待たせようとするなんてとんでもねえ若頭だな。っていうか、なんでしおりはそんなに顔色悪いんだ？もしかして俺が店の中探し回っている間にこいつらになんかされたのか？いや、そういうわけじゃないんだけど。そういうわけじゃないのにお前がそんな顔するわけねえだろ。おいてめえら、俺の女に一体何しやがったんだ。ことと次第によっちゃお前らには痛い目見てもらわねえとな。別に俺たちがなんかしたわけじゃねえよ。こいつが勝手に青白くなってるだけだ。あと、お前の顔も見覚えあると思ったら、ホストやってた男だな。どうしてお前がそれを？お前は有名だぞ。なんてったってあの超有名店で唯一ゼロ組ゼロ万を叩き出した男だからな。小せえ箱の店に移籍した後は、この女を捕まえて調子に乗ってたみたいだけどな。っていうか、そもそもホストのくせにくだらねえ女に引っかかってんじゃねえよ。よく考えたらお前らお似合いのクズカップルじゃねえか。ホス狂いの大借金女にエースの女にホイホイついていく無能ホスト。てめえ、言った言葉は取り消せねえって聞いたことねえのか。悪い悪い。どうしても思ったことを口にしちまうたちなんだ俺は。
事実を言われて嬉しい人間なんかいねえもんな。来年組に入って人生やり直そうと頑張ってるんだもんな。でもよ、そういう人間が時間に遅れるなんて考える方がおかしいだろ。なんだよ、真の一流はあえて遅刻するとか聞いたことねえよ。じゃあお前ホストの時にラストオーダー過ぎてから女が来ても腹が立たなかったのか。ああごめん、一流だからあえて遅刻したんだよねとか言われてよ、それでナンバー入り逃したりしたら絶対許すことねえだろ。そもそもお前がいた店は客も物扱いするって有名だったしな。なんで、どうしてお前がそんなことを知ってるんだ。俺がホストだったのを知ってるのは若頭とライネを紹介してくれた嵐さんだけ。陰キャのお前がどうして俺の経歴を知ってるんだよ。さあな、少なくともお前がホストなことなんてこの辺の人間ならみんな知ってるよ。お前も自爆するために借金重ねてるもんな。なんだよ、なんでお前みたいなやつが俺のこと知ってんだよ。気持ち悪いんだよ、消えろ。そう言いながら優が腕を振り上げ兄貴につかみかかろうとした。しかし次の瞬間、兄貴に力を受け流された優はそのまま床に激突した。大きな音のせいで店員が集まってくるが、兄貴が言い訳をする。ああ、すみません、なんかこの人酔ってるみたいで、自分たちが知り合いだったのでこのまま外に連れて行きますね。こいつらの会計は、ああ済んでるんですね、それはお邪魔しました。知り合いでも何でもないのに嘘つかないでよ。安心してください店員さん、この女性も酔っ払ってんですよ。俺らもこのまま店出て行きますので、また来ますね。ちょっと、何勝手に決めてんの。出てくならあんたたちだけで出て行けば、私たちには関係ないから。おい、あんまでかい声出して店の迷惑になるようなことすんじゃねえよ。いい加減自分がみっともないってことに気がついた方がいいぞ。ほら、ゆうくんもいつまでもそこで這いつくばってんじゃねえよ。二人ともあまりにもこの店の雰囲気には合わない。頼むから出てってくれないか。おかしい。俺が避けられただと。そんなことあるわけが。ああ、こりゃダメだわ。おいケン、ゆうくん引きずってこい。自分で歩けないみたいだから、お前が外まで連れてってやってくれ。お前らも話があるんなら外で聞くから。何言ってんの？ケンみたいな弱っちいやつに、ゆうくんを持ち上げられるわけ？おい、話せ。何なんだよ。俺は一人で歩けるって。おい、聞いてんのか？うるさい。兄貴からの命令だ。お前が歩けるとしても、逃げられたらたまらん。外に出るまではおとなしく捕まっとけ。その後は話してやるから、暴れず黙って俺についてこい。やめろ。ふざけんな、話せ。どうして俺がこんな雑魚を振りほどけないんだよ。おい、聞いてんのかって言ってんだよ。ユウは話してほしそうに暴れて抵抗していたが、俺には子供のダダと一緒だった。外まで引きずり出し、店の路地に掴んでいたユウを放り投げる。いってぇ、何なんだよお前ら。兄貴の方はわけのわからん情報を持ってるし、なんで弟はバカ力なんだ。しおり、お前弟の方は力なんかない弱い人間だって言わなかったか。あのな、その女がケンと一緒にいたのは何年前の話だと思ってんだ。その頃とケンが何も変わんねえと思ってんのか。そもそもその頃のケンは本当にお前に心を開いてたって言えるのか。何わけのわかんないこと言ってんの。ケンから付き合ってくれって言ったんだって。そんな人間が心開いてないわけないじゃない。もうこんな状況理解できない。いい加減にしてよ。しおりは髪を振り乱して暴れ、ユウは地面にうなだれていたが、突然立ち上がった。うぜ、我慢しようと思ってたけどもうやめた。お前らはフルボッコにする。そして二度と立ち上がれねえようにしてやる。へえ、
本当にお前にそんなことできると思って言ってんのか、それともとりあえず負け惜しみで言ってるだけか。本気で言ってるに決まってんだろうが、てめえも構えろ。俺と怠慢だ。その後弟の方をボコボコにしてやるよ。おお、なんだ一丁前にファイティングポーズなんて取りやがって。まあいいや、やるってんなら相手してやるよ。俺からでいいな。俺に喧嘩を売ったこと後悔させてやるよ。ユウが兄貴に向かって拳を振り上げたが、またしても空振り。その勢いのまま再び地面にひれ伏すような形になってしまった。何なんだよ、どうしてさっきから一度も当たらねえんだよ。お前らは何なんだ、答えろ。なあお前さ、これから若頭のところに挨拶行くんじゃねえの。もうぼちぼち徒歩だと厳しい距離だけど間に合うわけ。今はそんなことどうでもいいだろうが。今はそんなことなんかどうでもいいんだよ。俺はとにかくお前が許せない。俺のことをコケにしたお前らに吠え面かかせねえと納得いかねえ。それに所詮若頭くらい待たせておけばいいんだよ。俺はいつかその若頭をも抜く存在になる。俺を待てないようなやつは三流だ。お前さ、さっきから一流だの三流だのこだわりすぎじゃね。そうやって狭い尺度でしか物事を測れないやつはヤクザに向いてねえよ。おとなしくホストに戻ってヘラヘラ媚び言ってりゃいいんだよ。それに俺たちのことをぶっ飛ばす必要はねえよ。は？まさか俺たちのこと見逃してくれるってか。そりゃお優しいことで。でも俺はそれじゃあ納得がいかねえんだ。一発ぶち込んで必ず土下座で謝罪させてやる。いや、その必要はない。は？何言ってんだてめえ。その必要はないなんてえらい上からだな。だから早く終わらせる必要はないんだって。あの店に若頭がいるって言っただろ。だから何だってんだよ。ここに連れてきてくれんの。だったら早く連れてこいよ。できもしねえことを口にすることほどダセえことはねえからな。安心しろ、そんな面倒なことはしねえよ。だって来年組の若頭は今お前の目の前にいるんだからな。一瞬にして優としおりの顔面が真っ青になる。言葉の端々からなんとなくそうなのかもしれないと思わせることに成功していたようだ。そこへ一台のセダンが止まり、一人の男が降りてきて兄貴の前に立った。若頭、お疲れ様です。お迎えに上がりました。嵐さん？おお、お疲れ嵐。お前はいつも時間ぴったりだな。当たり前じゃないですか。時間厳守は人間として最低条件。若頭が入ったばっかりの頃の俺に教えてくれたことですよ。ところで、どうして若頭と優が一緒にいるんですか？ああ、もしかして若頭も優の顔を知ってたってことですかね？なんだよユウ、先に若頭に会ってたんなら連絡くらいしろよな。本当にこの人が若頭なんですか？はあ、そうに決まってんだろ。まさか俺が嘘つくとでも思ってんのか？あれ、でもなんで若頭の前でユウがうずくまってんだ？酔っ払いすぎてぶっ倒れたとか。いや、まさか挨拶があるつってんのに飲むわけねえか。そんなことしたら俺のメンツが丸つぶれになるってことくらいわかるもんな。ああ、なーに、ちょっと遊んでやっただけだよ。ああ、そうだったんですね。じゃあ行きますか。組長も待ってますんで。嵐さんが一歩兄貴に近づいた瞬間、優が額を地面にこすりつけて土下座をした。何してんだてめえ。おい、いくらなんでもいきなり土下座は逆にみっともねえだろうが。違うんです。これはその、成り行きっていうか、すみませんでした若頭。どうか俺を許してください。入門させてくれたら、精一杯若頭のために働きます。誰よりも若頭の力になれるよう努力していきますから。なんだってんだ？若頭すみません。一体何が起こってんのか教えてもらえますか？ああ、ざっと教えてやるよ。
そこの寿司屋で騒いでる連中がいてな。店員さんに注意してもらったら、騒いでたのはこいつらで、注意した俺らに絡んできたんだ。そんでああだこうだ言ってるから、今外に連れてきたってわけだよ。本当にすみませんでした。酒が入ってて、まともな判断ができなかったんです。お願いします。もう一度だけチャンスをください。ありえねえな。天地がひっくり返ったとしても、てめえを組に入れることはねえよ。そんな。いや、当然の結果だろ。何俺の顔に泥塗ってくれてんだよ。困ってるっつーから助けてやろうと思ったのによ。もう二度と俺たちの前に姿を現すんじゃねえ。お願いします。もう一度だけでいいんです。俺にチャンスをください。へえ、そんなに来年組に入りてえのか。じゃあいいよ、交換条件だ。ありがとうございます。どんなことでも期待に応えてみせます。さっきお前のことを引きずってきた剣と怠慢を張れ。そんでもし万が一お前が勝つようなことがあれば、組への入門を検討してやる。はん、剣と怠慢なんて余裕すぎじゃない？ああ、そうだよな。お前がそうやって言うんなら信じるよ。おい、しおりの元彼、俺と怠慢を張れ。なんでお前の方が俺に対して上から目線なんだよ。うるせえ、ごちゃごちゃ言ってんじゃねえよ。これは俺にとっちゃ最後のチャンスなんだ。絶対にものにしてみせる。じゃあ俺がレフリーしてやるよ。ほら、じゃあ二人とも拳をかわして、よーい、はじめ。覚悟しやがれ。声を張り上げながら優が飛び込んできた次の瞬間には、優は再び地面に倒れ込んでいた。おいおい、まさか本気でその女の話を信じてたわけじゃねえよな。残念ながら俺の弟剣は若頭補佐なんだよ。つまりお前が入門してきた時でも確実に剣の下だ。それに耐えられるんか。自分と歳も変わらないくらいの男がすでに若頭補佐なんて。あとこれもアドバイスなんだけど、その女相当嘘つきだぞ。剣と別れたのもそいつがごまたしていて姿をくらませたからだ。そんな。その女の身柄はうちの兄弟組に引き渡す。そこから大借金してたからな。それとお前、うちの事務所に連れて行ってやるよ。え？じゃあ本当は認めてくれたってことですか？そんなわけねえだろ。お前は今から嵐の車に乗ってついてきてもらう。どこにですかね？それを言っちゃったら面白くねえだろ。黙ってついてくりゃいいんだよ。嵐、とりあえず二人とも車に乗せろ。話はそれからだ。やめて、触らないで。ケン、助けてよ。じゃあな、しおり。いやだ。お願いします。俺人生やり直したいんです。もう遅えよ。じゃあな、ゆうくん。お願いします。こうして二人は嵐さんの手によって車に押し込められ、事務所へと連行されていった。それから一週間後、俺たちは再びあの寿司屋に訪れていた。この前はひどい目にあってろくに飯なんか食えなかったもんな。ほんとだよ。でもあいつらが痛い目にあってくれてスッとしたわ。しおりの方は探してた組に渡して監視付きで借金の返済。ゆうに至っては身ぐるみ剥いで超僻地に置き去り。しかも危ない取引をしてたとかで警察にマークされてたから逮捕されたもんな。身ぐるみ剥がれてるせいで近所の人から通報された結果だって言うじゃん。なんていうか、それらしい末路だなって感じだよな。そういうこと。誰であれ、舐めてかかるとこういうことになるって教訓だな。これからも一般人には極力関わらないよう教育を徹底していくつもりだ。俺も兄貴に一生ついていくよ。これからも俺たちで来年を守っていこうな。カチンという音とともに乾杯をし、美味しい寿司に舌鼓を打つのだった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。
チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は柊木保、30歳の会社員だが、川添組組長の息子だ。本来ならば父親が組長なのだから俺もヤクザになるべきなのかもしれない。だが俺は子供の頃からヘタレで喧嘩なんかしたことがない。そんな俺がヤクザになっても怪我をするばかりで何の役にも立つはずがない。ということで会社員になると決めたわけだ。俺の実家がヤクザだということは会社はもちろん誰も知らない。俺はみんなと同じ一般人として生活しているのだ。そんなある日、同僚の時田から飲みに行こうと誘われた。時田は気の合う同僚という感じで、俺は喜んで飲みに行くことにした。そして入ったのが一軒のバーだ。静かな音楽が流れ、落ち着いた雰囲気のバーは、俺のような冴えない男でも迎え入れてくれた。こんなところにこんな店があるなんて知らなかったよ。ああ、俺も知らなかったよ。落ち着く雰囲気の店だな。しばらく会社の話や趣味の話で盛り上がっていた俺たちだが、そろそろ帰ろうかということになった。すると店長が請求伝票を出してきた。そこには信じられない数字が書かれていた。200万？え？何言ってんだよ。お前酔っ払ってんだろ。いや、本当だよ。俺はゼロの数を数えてみた。1、10、100。やっぱり200万だろ。いや、ありえないって。貸してみろよ。伝票を俺の手から奪い取った時田は、俺と同じように伝票を見て、ゼロの数を数えた。だが、そこに書かれているゼロの数を見て、黙ってしまった。な、やっぱり200万だろ？うん。酔いがいっぺんで覚めるような金額だ。だが、どう考えてもおかしい。何せ、俺たちは店に入ってから、ウイスキーを2杯ずつしか飲んでいないのだ。これで200万ということは、1杯50万ということになる。これはきっと間違いだよ。店長さんに聞いてみよう。そうだな。あの、店長さん。はい、何でしょうか。店長は白い布巾でグラスを磨きながら、俺たちに顔を向けた。この請求伝票なんですが。はい。これは何かの間違いじゃないでしょうか。間違い？それはどういうことでしょうか。俺には200万と書かれてるように見えるんですが。その通りですよ。え？店長は悪びれる様子もなく肯定している。だがこれはおかしいだろう。どうして200万になるんですか。飲んだでしょ、ウイスキー。ええ、飲みましたけど。だからですよ。店長は表情一つ変えることなくそう言うが、これはそうでしたかと答えていい事案ではない。なあ、おかしいよな。もちろんだよ。こんなことがまかり通るはずないよ。お前言ってくれよ。うん。店長さん。何でしょうか。この金額は納得できないんですが。時田は、おずおずとそう言った。ちなみに時田は喧嘩なんか全くしたことがない。学生の頃は陰キャ野郎と言われていたし、オタクだったことは周知の事実。今だってオタクなのかもしれない。そして俺はというと、やっぱり陰キャだ。親がヤクザなのに喧嘩なんて大嫌いだし、殴られるのも嫌いだ。そんな二人がこんなところに迷い込んだわけだ。納得するしないはお客さんの勝手ですよ。でもこれがうちの価格なんです。でもメニューに書いてないですよね。何がですか。価格です。一杯50万なら俺たちだって頼みませんでしたよ。お客さん、メニューをよく見てくださいよ。そう言われてもう一度メニューを見てみたが、やはりどこにも書かれてはいない。
ないと思いますが。ここですよ、ここ。そう言って指さされたそれは、虫眼鏡で見ないとわからないような、まるでゴミかと思うような小さな文字。しかも、価格なら数字が一般的なところ、ひらがなで書かれているのだ。こんなもの、誰が読むんだよ、と言いたいが、そんなことは怖くて言えない。これ、ですか？そうですよ。書いてあったでしょ？ひらがなですよね。そうですね。ひらがなじゃわからないですよ。ひらがなで書こうが、カタカナで書こうが、それはうちの勝手でしょ。価格は数字で書くものという固定概念がいけないんですよ。だいたい、そんな法律はないんですから。なんと法律ときた。確かにそんな法律は聞いたことがない。だが、これは明らかに分からせないようにしていると思う。でも、読めないし、こんな小さな文字。お客さんは目が悪いようですね。俺は読めますよ。読めるというが、絶対に読めないだろうと思う。しかも、バーの中は薄暗く、カウンターの上からオレンジのスポットライトが照らしているだけなのだから、絶対に読めるはずはないのだ。これがいわゆるぼったくりってやつか。最近、歌舞伎町で多発してるってニュースでやってたけど、こんなところにもあるんだな。ああ、俺もそのニュース見たな。お客さん、ニュースの話はいいから、早く払ってくれないかな。そうやってると、どんどん金額が上がるんだよ。え？なんでですか？頼んでないのに。座ってるでしょ？場所を使ってるんだからさ。お金がかかるのは当然じゃないか。え？ということは、この200万の中には、椅子代も入ってるってことですか？そうだよ。次を頼まずに10分を経過するごとに10万円が発生するんだよ。俺はいくらいてくれてもいいんだけどね。お客さんのことを考えるとそれはやめた方がいいと思ってね。なんだかうちのシステムを分かっていないみたいだからさ。そんなのは初めて聞く。10分を経過するごとに10万円ってことは1分1万円じゃないか。そういうことだからさ、200万払ってくれないかな。さすがに200万なんてないですよ。ないで済むはずないでしょう。冗談がきついね、お客さん。いや、本当にないですよ。そんな200万なんてあるはずないじゃないですか。ぼったくりすぎですよ。そうですよ、払える限度を超えてますよ。払える限度か。それはどうしてです？今財布の中にないなら下ろしてくれば済むことですよ。すぐそこにコンビニだってあるんだから。コンビニに行っても銀行に金がないんだから無理ですよ。なるほど。それならすぐそこにアコメとアルコがありますから、どっちでもいいから借りてきたらどうです？え？俺たちは顔を見合わせてしまった。さすがにぼったくりにあって消費者金融で借りるというのはやりたくない。第一、そんなところから借りたらそれこそ金利で押しつぶされてしまう。お客さん、飲んだのは自分らなんだから払ってくれないとこっちとしても黙って返すことはできませんよ。それはどういうことでしょうか？わかるでしょ？わかるか？いや、わからん。警察か？だとしたらその方がいいかもしれないぞ。誰が警察呼ぶんだよ。あのな、うちにはヤクザがバックについてるんだよ。だから払わねえとヤクザが出てくるんだよ。え？ヤクザ？そうだよ、わかったかよ。それはちょっと、はあ、だったら今すぐ払ってくださいよ。それもちょっと。まったく、めんどくさいね、あんたら。店長はそう言うと、そばにあったベルを押した。すると店の奥から巨体のヤクザが二人出てきた。なんだ、払わねえのかよ。え、払わないわけじゃなくて、ちゃんとした金額なら払いますよ。
ちゃんとした金額だろうがよ。さすがに200万はちゃんとしてるとは思えないんですが。それはあんたらの考えだろう。こっちとしてはこれがちゃんとした金額なんだよ。早く払えよ。そんなこと言われてもないですから。どうやら痛い目見ねえとわからねえようだな。そう言うと俺たちはやめての一言を口にすることもできず、袋叩きにあってしまった。200万持ってこい。親に伝えろ。そう言うと俺のスマホを手にし、俺に押し付けてきた。え？親に伝えていいんですか？俺は一瞬助かったと思った。だが、これでもし俺の親が来たらどうなるか。俺の素性が時田にバレるということじゃないか。これは困った。親を呼びたいのは山々だが、時田に分かってしまったら、最悪会社にもバレる。となると、もしかしたらクビ、なんてことも考えられるわけだ。どうする?でも、このままだと困ることになる。でもまた殴られたら。俺は意を決した。背に腹は変えられない。本当に連絡しますよ。早くしろよ。だが、俺がそう言うと時田が止めてきた。ダメだろ。え？なんで？お前の親何歳だよ。58くらいだったな。そんな年の人に200万も出させる気かよ。それは悪いって。いや、出させるつもりはない。解決してもらうだけだ。ヒイラギ、それは親不孝ってもんだよ。でも親に言う以外に方法がないと思うよ。他の方法を考えた方がいいよ。そうだけど。時田の言うことはよくわかる。だがそんなことを言っていていいのか。おい、何ごちゃごちゃ言ってやがれ。早くしねえとてめえらの目ん玉くり抜くぞ。ほら、こんなこと言ってるし、ここは親に連絡した方がいいと思うんだ。だから呼ぶならさっさと呼べ。お前らが払えねえんだから親に払ってもらうしかねえだろうが。それともこうやって引き伸ばしたらそのうち俺らが根負けするとでも思ってるのかよ。あんたら悪いことは言わねえよ。早く払いなよ。そうじゃないと200万が300万になっちまうぜ。そうだよ。200万でも多いのに300万なんかになったら大変だよ。でもな、例えば友達の誰かを頼るとか。俺には友達と呼べる人はいないよ。俺もいない。恋人は？もっといない。俺もいない。お前ら何やってんだよ。ちょっと待ってくださいよ。な、ここは親に頼るしかないよ。でも俺の親は頼れないぞ。家は母子家庭だし、母親には金がないんだ。大丈夫だよ。俺の親が来れば解決するから。そうなのか。なんか申し訳ないな。時田は申し訳ないと頭を下げたが、俺はこれで時田の付き合いも終わる覚悟をしていた。じゃあかけるからな。俺は店の隅へと移動すると、小さな声で父親に連絡した。父さん、助けてくれ。あ？どうした？バーに入ったんだけど金がなくて。 ATM があるだろう。それが俺の口座にあるくらいの金額じゃないんだよ。なるほど。すぐ行く。場所はどこだ？言われるままに場所を教えると電話が切れた。テレビの音がしていたところを見ると、多分自宅にいたのだろう。ということはそんなにかからずに来るはずだ。俺は時田のところに戻ると、直に来るよと伝えた。金は持ってくるんだろうな。大丈夫だと思います。
思いますだと？てめえよ、これで持ってこなかったら、その時は覚悟があるんだろうな。はい、覚悟しておいた方がいいと思いますよ。バカかよ。俺が覚悟するんじゃなくて、お前らが覚悟するんだよ。親父も一緒にボコボコになるんだぞ。二人をボコるのも三人をボコるのも同じだからな。たまには生身の人間をやりてえと思ってたんだ。ちょうどいいや。まあ、金を持ってきてくれることを祈るんだな。なあ、ヒイラギ。本当に大丈夫なのか？大丈夫だよ。安心して。父が来てくれれば全ては解決するから。まさか、お父さんまで殴られるなんてことはないよな。なんでそんなに心配するんだ？俺の父親はいないからさ。もしも君のお父さんが殴られるようなことがあったら、俺は申し訳なさと辛さで心が潰れるよ。優しいな。大丈夫だよ。そんなに弱い人じゃないから。そうだといいんだけど。俺たちは床の上に正座しながらそんな話をしていた。すると電話をしてきっかり7分だ。店のドアが開き、普段着にジャケット姿の父親が入ってきた。その格好はどう見ても普通の父親だ。え？客か？いえ、父です。なんだよ、金がありそうに見えねえな。おっさん、金は持ってきたのかよ。父親は凄む男を尻目にソファーにどっかりと座ると、足を組み腕を組んだ。いくらだ？200万だよ。さあ、払ってもらおうか。なんだよ、ちんけな金額で偉そうに言いやがる。何？だったら300万でもいいんだぜ。なんなら1000万くらい言ってみろよ。あんたそれだけのことを言ってるが、その金があるのかよ。どっかにソファーに座ってるがよ。そこに座ったら最後10分で10万だぜ。どんどん金額が釣り上がっていくんだ。そうかい、随分と高い椅子だな。だからさっさと払いなよ。息子を助けに来たんだろ。ああ、そうだな、助けに来たのさ。だがな、助けるだけじゃつまらねえ。どうせなら楽しんだ方がいいだろ。何を言ってやがる。こっちは忙しいんだよ。さっさと払わねえと、てめえの息子が痛え目見ることになるぜ。痛え目か。どうやら袋にされた後のように見えるがね。ええ、その通りだな。いざ金を払う段になったら、金がねえって言うからよ。ちょいと痛い目を見てもらったのさ。当然だろ？飲み食いしたんだからよ。そうだな。飲み食いしたらその金は払わねえとならねえ。だよな。だからあんたの息子に金を払うように言ったのさ。そうしたらどうだい？金がねえって言いやがるじゃねえか。まあ200万も持ち歩かねえだろ。昔なら給料をもらったらその金が懐に入ってたもんだが、それも今じゃ振り込みだ。例えば給料全額を持ってたとしても200万なんて持ってねえだろうな。だからコンビニあるんだよ。あんたの口座には200万以上の金が入ってるのか？俺の口座なんてのは関係ねえんだよ。そうかい。つまり自分の口座にも金がねえのに他の奴の口座には金があると思ってんのか。考えが甘いな。なんだと？どうせぼったくるならよ、相手を生かさず殺さずの金額でやらねえと払えねえのは当然だろう。200万をよこせと言われても無理な相談なんだよ。頭悪い野郎だな。そんなのは俺らが考えることじゃねえや。ここの店長が値段を決めてるんだ。店長か？誰が店長だ？やつだよ。よう、店長さんよ。こんな価格設定じゃ脅しをかけるだけ時間の無駄だぜ。金額が高すぎれば客は払えずに時間ばかりがかかんだ。
数万程度に抑えておかねえと財布の中にだってねえだろうがよ。あんた払いに来たんだろ。これは俺の店のやり方なんだ。余計な口出しはやめてくれ。そいつは確かにそうだ。あんたさっきは1000万くらい言えって言ったじゃねえか。ああそうだよ。俺ならそのくらい請求された方がすっきりするからな。200万程度じゃ動く気にもならねえや。1000万が払えるなら200万くらい簡単だろうが。まあ確かにその通りだな。だったら早く払え。それともてめえも痛え目見てえのかよ。いや俺が痛え目見ることはねえ。見るとすりゃお前たちだな。なんだと。なんだよこいつ、やたらと落ち着いてやがる。虚勢張ってるだけだろ。おい大概にしろよな。それだけでけえこと抜かしてんだ。さっさと払いな。誰が払うと言った。なんだと。俺は払うとは一言も言ってねえよ。まったく理解力のねえ野郎だな。てめえ何しに来やがった。息子を助けに来たと言っただろ。それになんだか面白そうだと思ったもんでね。ちょうどテレビも面白いのがやってなくてよ。嫁と見てたんだが、そろそろ寝るかと思ってたんだよ。いや、いいところに電話が来たもんだ。何言ってやがるんだ。てめえ、頭がおかしいのかよ。頭は至って健康だ。お前らの頭の方が心配した方がいいだろうな。ふざけたことばかり抜かしやがる。金を持ってこねえで無事に帰れると思ってるのかよ。ああ、思ってるね。ただし、俺は無事だがお前らはどうだろうな。俺らに勝てると思ってるのかよ。そう言った男は父親の目の前に立ちふさがった。その体は大きく、かなりの圧を感じる。だが父親はまるで動じない。さすがは組長だな。俺は初めて組長の父親を持ったことに感謝していた。何せ子供の頃は親がヤクザということで友達からひどい言われようをしたり、友達の親からはあの子と遊んじゃダメと言われたこともあるのだ。親がヤクザで感謝するなんて場面は今まで一度もなかったのだ。それにしてもなんで父さんは一人で来たんだろう。いつもなら幹部が一緒なのに。そう思って不思議に思っていたのだが、はたと気がついた。家でテレビを見ていたのだからそりゃあ一人だよな。おいおい、そんなところに立たれたら鬱陶しいだろう。どいてくれねえか。図体ばかりでかい奴が目の前にいると妙な圧を感じるんだよ。何？どけよ。早くどかねえと後悔することになるぞ。どう後悔するのか教えてもらいてえな。男がニヤニヤと笑っている。すると父の足が動き、一瞬にして巨体がよろけた。どうやら足を狙って蹴りを入れたらしい。な、何しやがる。だから邪魔だと言っただろうが。そう言った父はおかしそうに笑っているだけで、まるで何もなかったかのように座っているのだ。え、あの、ヒイラギ？なんだ？君のお父さんって、何なんだ？何なんだとは？やたらと強そうなんだけど。喧嘩慣れしてるだけだよ。喧嘩？そういう人なの？時田は、驚きの目を俺に向けてきた。そりゃあそうなるだろう。俺は覚悟を決めて時田に話した。俺の父親はヤクザなんだよ。え？川添組の組長でね。いや、あの笑ってるけど、それって俺聞いたことないんだけど。うん、誰にも話してないから。親がヤクザとかって知ったらみんな嫌だろうと思って。ああ、なるほど。確かに怖がるよな。時田だって俺の親がヤクザじゃ今後は付き合いたくはないだろう。
いや、ヤクザのお父さんがいてくれて助かったと思ってるよ。そうか、それはよかったよ。俺たちがそんな話をしていると、父親とヤクザの方はさらにエキサイトしていた。お前ら、俺を呼びつけたんだ。覚悟はできてるんだろうな。なんだと？おい、仲間を呼ぼうぜ。こいつはただものじゃねえや。ああ、そうだな。仲間が来たらてめえなんざ、簡単に乗せてやるからよ。ヤクザはそう言うと電話をかけ始めたが、父親はそれを見て笑っていた。なんだよ、仲間呼ばねえとこんな老いぼれ一人倒すことができねえのかよ。うるせえや。倒せねえわけねえだろうがよ。ただどうせなら楽しいことは仲間と分け合いてえだけだ。うまいこと抜かしやがる。だがその仲間がやってきても状況が変わることはなかった。よう待ってたぜ。ずいぶんと手こずってるじゃねえか。一体どんな奴が相手なんだよ。そう言って入ってきた仲間は、父親の顔を見た途端顔面蒼白となったのだ。え、相手ってこの人かよ。ああそうだ。ジジイのくせにやたらと偉そうなんだよ。金を払うのかと思ったら金なんか払わねえって抜かしやがる。だからお前を呼んだのさ。バカ野郎、呼ぶなよ。なんだよ、どうしてそんなに怯えてるんだよ。この人は川添組の組長だ。こんな人に関わったら命がいくつあっても足りねえや。俺は断るぞ。ま、待てよ。来た早々帰ることはねえだろうが。そうだよ、川沿いの組長だから何だってんだよ。相手はたったの一人だぞ。こっちは三人じゃねえか。それはそうだが、今なら人数でこっちの勝ちだ。いくら川沿いの組長でも人数で負けだろうが。今なら潰すこともできるぜ。え？な？勝てねえはずがねえだろうが。まあ言われてみればそうだな。そうだろ。ここで川沿いの首を取っちまえば、俺たちは幹部になれるかもしれねえや。その通りだよ。いつまでも下っ端扱いされてるなんて、こんなバカなことはねえだろうよ。そりゃそうだが。やっちまおうぜ。そうだな、三人なら勝てるか。ああ、その通りだよ。どうやら話はまとまったらしいな。ああ、待たせたな。俺たちはあんたの首をいただくことにしたぜ。覚悟するんだな。わかったよ。だったら早いとこ終わらせようじゃねえか。俺もそろそろお前たちの相手をするのが飽きてきたところだ。それと言っておくが、この勝負てめえらから仕掛けてきたんだからな。俺は手加減はしねえぞ。それは承知だろうな。ええ、手加減なんかいるかよ。こっちは三人なんだ。なんとも卑怯なことに、ヤクザたちは三人で父を倒すつもりのようだ。これではさすがに勝ち目はないように思われた。だが座っている父に飛びかかった男は、父の蹴りでテーブルに巨体をぶつけてしまった。やりやがったな。おいおい、そっちからかかってきたんだろうが、やりやがったものにもねえだろう。それにしてもブヨブヨの体だよな。お前らちっとは鍛えろよ。気持ち悪いだろうが。何？男たちは父の前に立ちはしたものの、なかなか父に飛びかかることはできずにいた。父はというと、ソファーから立ち上がると、いよいよ本気だとでも言うように指を鳴らし、首を鳴らした。さて、そっちから来ねえならこっちから行くぞ。覚悟はできてんだろうな。そう言ったが早いか、男の顔面を殴り飛ばした。それを見たもう一人が父の背後に回り殴りつけようとすると、まるで背中に目でもあるのかと思うように、後ろから来る男の腹に蹴りを入れた。相手がひるんでいると、テーブルの上にあったアイスバケットを手に取り、
男の頭に叩きつけた。さすがに頭を狙われた男はその場にうずくまってしまった。やりやがったな。別の男が飛び込んでくると同じようにアイスバケットを叩きつけ、それを放り投げるとヤクザ蹴りで相手を倒した。こうして相手が何度飛びかかってきても父の力が衰えることはなく、それどころか父親の顔は楽しそうに笑っていたのだ。自分の親ながら本当に怖い人だな。こうして三人の男をなぎ倒した父は床の上に転がっている男を見下ろした。それを見た店長はダッとのごとく逃げようとしたが、父親はそれを許さなかった。追いかけ襟首をつかむと腹に一発お見舞いしてノックダウンとなった。なんだよ、口ほどにもねえな。父さん、こいつらはどうするんですか？まずは縛り上げるか。逃げられたら面倒だからな。ガムテープならありますが。時田がいつの間にかカウンターの奥へと入り、ガムテープを見つけてきた。よし、そいつで縛り上げるわ。ぐるぐる巻きにすると、さすがに逃げられない状態となったが、これからどうするのかが気になった。こいつら警察に突き出すんですか？いや、警察に突き出したところでだな。大した罪にもならねえだろうし、無所に入っても出てくれば同じことをするだろう。じゃあ幹部呼んでドラム缶にでも入れるか。父がそう言うとヤクザは命乞いを始めた。どうかお願いします。命ばかりはお助けください。命を取られるくらいならば無所に入った方がマシだ。助けてくれと叫び続ける4人に父親はにやりと笑うと、だったら金で蹴りつけてやるよ。金ですか？ああ、金だ。そうだな、川沿いの組長の息子にぼったくり働いたんだ。200万請求されて200万を請求し直すなんてのも芸がねえ。ゼロを一つくっつけてやるが。2000万？ああ、その通りだ。それは高いと思うんですが。そうか、これは俺にとっちゃ正当な価格なんだがな。ダメか？はい、それでは払いきれませんよ。そうか、だったら2億だな。え？それも嫌なら20億になるがどうする？いえ、2億で結構です。まあ4人いるんだ。1人に直したら5000万ずつってこった。大したことねえだろ。そうですね。これ以上ごねれば2億が20億になるのだから、そりゃ納得せざるを得ないというものだ。よし、今すぐ払え。そんな。ねえか、俺の息子はなくても親を呼べと言われたわけだよな。すいません。だったらてめえらも呼べばいいじゃねえか。一人にしても5000万です。親を呼んでもそんな金はありません。何も親を呼べなんざ言わねえ。それじゃあ親がかわいそうだからな。俺が呼べと言ってるのは金貸しさ。金貸し、金田ですか？ふざけるなよ。俺は川沿いだぞ。川沿いにも金貸し部門があるじゃねえか。川沿い金融はちょっと。俺が呼んでやるからよ。父親はそう言うと川沿い金融の川田を呼びつけた。ヒイラギ、どうして川沿い金融はダメなんだ？さあ。いい質問だな。そいつはよ、金利が高いからさ。清流金融なら10日で1割の金利だが、川沿い金融は5日で1割なんだ。つまり5日ごとに500万が加算されるってことか。あ、ちょっと違うな。借りた瞬間に1割、そこで5500万になる。その後5日で1割だから6050万だ。さらに5日で6655万ってとこだ。いい儲けになるんだよこれが。すごい。話していると川田が店に入ってきた。
組長、お待たせいたしました。よう川田、遅い時間にすまねえな。この4人に5000万ずつ用立ててくれ。その金は組の口座に入れろ。はい、かしこまりました。では貸付処理の間にサインをお願いします。川田はそう言うとタブレットを男の前に置き、2つの画面にサインをさせた。川田、こいつらどこに運ぶんだ？そうですね、4人とも猛獣対決というのはどうでしょうか。猛獣？それだと一撃で終わりだ。保険屋が泣くだろ。そうですね、でしたらサバゲーの駒にするか、談笑宿も空きがありますが。そうだな、よし、サバゲーにしろ。サバゲーって？サバゲーとはサバイバルゲームのことです。もちろんパソコンでやるようなバーチャルではなく、実際にやっていただきます。場所は海外の無人島で、そこは法も秩序もありません。やりたい放題、好きなことができる場所ですが、武器は自分で作るしかありませんから、よほどサバイバル知識がないと苦しいでしょうね。そんなところで誰が楽しいんですか？はい、世界中のお金持ちの皆様が安全なところでご覧になっているんです。ご興味がおありならご紹介しますよ。あ、いえ、結構です。それがよろしいでしょう。では組長、この4人を連れて行きますので失礼いたします。4人は観念しているのか、騒ぐこともなく連れて行かれた。それからしばらくして人手に渡ったという店に興味が湧き、俺は再度店を訪れた。するとそこには30代のバーテンダーがグラスを磨いていた。前にこの店に来た時はちょっと飲んだだけで200万だと言われてね。あの時は驚きましたよ。すいませんでした。バーテンは自分には関係ないはずなのにそう言って頭を下げた。いえ、あなたには関係ないことですから。そうでもないんですよ。バーテンはそう言って笑ってみせた。実はあの天使は私の兄でして。え？そうなんですか？はい、昔はいい兄貴だったんです。あんなぼったくりなんかするような人じゃありませんでした。じゃあなんで？すべては金が原因です。兄は母親が病気になり、その手術費が必要だと知ると必死に働いてくれましたが、どんなに働いてもそう簡単に作れる額ではなかったんです。もちろん俺も働きましたが無理でした。それで兄が考えたのがこの店です。ぼったくりなら金になると考えたわけです。そうなんですか。それでお母さんは？おかげで手術は成功して今は元気に暮らしてます。それは良かったですね。はい、ですが兄はヤクザにぼったくりをして結局戻ってきません。さすがにこの流れでそれは俺ですとは言えなかった。俺は黙ってバーテンの話を聞いた。でもそのうち戻ってくるんじゃ。そうならいいんですが、私もそれを願ってこの店を買い受けたんです。兄が戻ってきたら一緒にできたらいいと思って。その日が来るといいんですがね。バーテンはそう言いながらグラスを丹念に磨き続けた。あの店長にそんな過去があったなど誰が想像したことだろう。俺はバーテンの悲しげな姿を見つめるしかなかった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。